皆さん、始まりました英語 GO! ということで今日もですね、英語に向かってゴーしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ、本日はですね、10月14日に開催される英語 GO 参上というライブのですね、チケット発売日でございます。ただいま18時、ですので2時間後の20時から、YouTube 視聴者超先行一時受付抽選が、開催されます。今この動画のですね、概要欄にリンクが載ってると思うんですけども、このリンクから20時から、チケットを買うことができます。はい。今日の20時から7月31日の日曜日の23時59分まで超先行一時受付抽選を行います。はい。なぜこういうふうにしたかと言いますと、まずはこの動画やね、生配信をこうね、応援してくださってる視聴者の皆さんに、いち早くこうチケットを買って、来ていただきたいなと思いましてですね、このような方法を取らせていただきました。会場は豊洲ピットでございます。はい。17時半会場、18時半開演。そうですね、10月14日、10月14日ですね。はい。でチケットお値段が5800円、そしてNFT チケットというのがありまして、それが6800円、プレミアの、これすみません、 NFT もう一回説明してもらっていいですか？あんまり俺よく分かってなくて、あなたとかは分かってるんですけど、はい、説明しろって言われるとちょっと僕もいまいちで。はい。はい。デジタルの自分だけの記念のチケットを持つことができるってことですね。そうですね。で、それは複製不可能になっていて、本当に自分だけの思い出にもなるし、で、これ1000円プラスでいただくんですけども、はい、そこから何割かを東北の現役の方にお渡しできればなと思って、はい、ということでございます。はい。はい。もう NFT とか多分視聴者の方が多分詳しいだろうからね。あ、NFT ね、なってると思うんですけど。はい、もう本当ね、いよいよ僕らもちょっと緊張が走ってまして、あ、ついにチケットを発売するんだなと、なんかこうライブのね、本番までのこの実感というか、なんかね、感じてる状態ですよ。そうですね。チケットを売っちゃうってことは、はい、やんなきゃいけないですもんね。そうなんですよね。もう逃げれないですよ。しかも前回も言いましたけど、この価格5800円、この豊洲ピットで行われる約1300人のキャパのライブハウスなんですけども、ライブ会場なんですけども、5800円全部完売してもマイナスというですね、ちょっと僕らもドキドキしてるんですけども、まずはこれのチケットをね、皆さんになんとか買っていただかないとという感じで、はい、そこは次の段階、次の段階がね、はい、ありますからね。はい。ということで、はい、このライブに向けていろんな会議をねやってたりとか、僕も準備黙々と始めていくんですけども、はい、そうですね、一個だけ言うと、あ、何やるかですか。はい。ちょっとだけ教えてもらいたいですね。そうですね、やっぱり24時間生配信、25時間生配信でももちろんやりましたけど、はい、やっぱり癖歌ライブなんかはやらせていただきます。僕もですね、ああいう癖歌を千鳥さんの番組、癖ネタのグランプリでも収録するんですけど、あれ別にお客さん入れてないですし、スタッフさんがね、何人かいる中でこう歌ってとか、手応えないですよね。手応え全く感じないですよ。本当に人も人数も少ないし、で、YouTube でもやってますけども、あれも別にね、うちのスタッフさんしかいないですから、はい、お客さん入れてるわけじゃないんで、ちゃんとこうやってお客さん入れてドーンってやるのは初めてなんで、はい、そこはちょっと僕もやらせていただきます。で、いつもギター弾き語りでやらせていただいてるんですけども、あれぐらいでかい会場じゃないですか、はい、もしかしたら、もちろんギター弾き語り自分でもやるんですけど、なんかバックにこうね、演奏してくれるバンドがあってもいいのかなっていうふうに思って、ちょっと僕動こうかなと思ってますので、ちょっといつもより厚みのある癖歌が、はい、聞けるんじゃないかなと。もう本当ここだけですね、それは。そうですね、はい、いや本当マジでここだけですし、はい、もちろんやっぱりプロの方々はやっぱお願いしないといけないし、はい、うん、またそこでも、あ、予算かかるか。やりたいことをね、どんどんやるとね、どんどん赤字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 。赤字。でもまあいっか、はい、本当ね、ずっとやりたいやりたいって言って、やっと僕の念願のね、はい、夢が叶いましたんで、はい、そこはなんかもうパーッと行きましょう。だから18時半開演でございます。で、予定としてるのは
21時半、約3時間やらせていただきますんで、普通のお笑いライブだったら1時間半、それを倍やろうということでございます。ちょっと気になるんですけど、はい、悪のスタッフは出るんですか？そこ気になりますか？悪のスタッフは、呼びはいつでも来ますから出るならチケット買うっていう人ももしかしたら。なるほど、はい、あ、そうか、いましたもんね、悪のスタッフに、ファンレター書いてくれた方もいらっしゃいましたし、はい、悪のスタッフの T シャツを作ってくれてる方もね、いらっしゃいましたし、はい、あと、悪のスタッフが意外に年いってショック受けた人もいたんで。いや、もうここはね、悪のスタッフ、そう、1枚でも、ね、1人でも多くの方に来てほしいんで、言いますと、悪のスタッフ、出ます。まだどこで出るかは全く考えてませんが、悪のスタッフは出ます。はい。え、ちなみに悪のスタッフ、ライブとか出るのどれぐらいぶり？25年ぶり。昔、はい、吉本いてて、はい、ですもんね。二丁目劇場。二丁目劇場。はい。はい、なんていうコンビですか？ザ・忍者です。ザ・忍者。ザ・忍者ファンの方ぜひとも、あの25年経ったザ・忍者が、帰ってきますね。帰ってきます。一人が帰ってきます。ぜひ、よろしくお願いします。遊びに来てください。さあ、ということで、もういよいよチケット発売ということで、僕らもですね、緊張感も増して、まあ、お笑いの仕事を頑張りながら、ライブもね、どん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 作っていかなきゃいけないというふうにですね、自分にも鞭打って頑張りたいと思います。ということで、約2時間後、20時からチケット発売でございます。この動画の概要欄にリンク先が載ってますので、ぜひそこからお買い求めくださいということで、ぜひ皆さん、ライブ会場で一緒に遊びましょう。ということで、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。さようなら。